フランシスコデゴヤの携帯砥石車を使う男砥石車とは検索加工に用いられる砥石の一種。回転度とも言う。円盤型をしていて検索盤の回転軸に取り付けて回転させ工作物を検索する。現在使われている砥石車では結合剤にビトリファイドボンド法によるものとレジノイドボンド法によるものが大部分を占めている。砥石は 刃物の一種であり、トリューという刃物の集合体である。切削条件を誤ったり、メンテナンスを怠るなどすると問いとしての性能が低下する、最も古い記録は、約830年頃のカロリング長時代の、ユトレヒトの紙片写本にクライクハンドルによって操作されている表現が見られる。1340年頃に書かれた、ラトレル支援には、車軸の両端に一つずつクランクをつけて、 トイを回転させている説明が見られる。中世初期の1480年頃、トイ車社には、ペダルとクランク機構の改善が加えられた。4.1、2、トイシ社 AB 使い入門現場で役立つ旋盤加工の基本と、実技 201P メズマリハガーマンシュナイダー、1997、ピアニッシモ、425F、ホワイト、ジュニア、 1962 P111 ハットホワイトジュニア1962 P167 ありがとうございます